皆さんこんばんは TBS ポッドキャストゼロプリラジオ聴くことできる TikTok クリエイターユニット午前0時の。 噛んだ午前0時のプリンセス大内とセシルです<ー>はいすいませんしょっぱなからかみましたけれども <laughs>、はい、この番組はですね LGBTQ ハーフプラスサイズとめちゃくちゃ個性的な4人組であるゼロプリが誰にも遠慮せず疑問も怒りも喜びも全部本音で話しますいわばメンタルマッパラジオです <laughs> いわばいわば岩の場や <laughs> <laughs> ということでですね、はい、今週は同性に恋する男性からのお悩みやエピソードを紹介する一週間ということで、<ら> LGBTQ の当事者でもある、私、セシルと、私、大内の二人でお送りしていこうと思います。うん、それでは早速、LINE 紹介していきましょう。はい、福岡県25歳、ラジオネーム、エジエジ村の村長さんです。はいはい、僕はゲイの25歳です。うん、先日、親戚が集まることがあり、うん もともと僕は小さい子の面倒を見るのが好きで、うん、親戚の子と会うのも楽しかったんですが、うん、自分がゲイだと自認してから、うん、僕は将来的に子供を授かることはないんだと思うと、うん、小さい子と触れ合うのも虚しいなって感じるようになってしまいました。なるほどね マイノリティであるゆえに、普通のカップルのような将来を描けないことに、時々虚しくなります。自分の選択は間違っていないと思いますが、うん、このマイノリティから生まれる虚しさにどう向き合ったらいいでしょうか。ゼロプリのみんなが大好きで、生き方、考え方も大好きです。相談させてくださいとのことです。なるほどね、うん。これめちゃくちゃわかることがたくさんありますね。ねえ。うん、しかも年齢もね、私と近いん、ね、で、ね、めちゃめちゃ。 確かにそっかそっか私と近いイコールあなたも近いのかちょうど間ですねごめんなさいごめんなさい勝手にあなたのこともうちょっと年上の方かなと思っていた勝手にごめんなさいごめんなさいあでもこれは何ですか相談させてくださいが最後ということはそうです実はですね今回なんとなんとなんとお電話がつながっておりますありがとうございますもちろんねこれはさすがにねちょっとお話ししたいですよね確かに 直接聞いていきたいね、どんどんね。いろいろ聞きたいです。はい。はい。ということで、もしもーし。もしもーし。あら。はじめまして。はじめまして。はじめまして。福岡県の江ジエジ村の村長です。江ジエジ村の村長。村の村長だ。どういう。偉そうだね。村長だ。村長さんだ。え、村長さんは、え、いつから自分がどうせ好きだなって気づいたのかな多分、幼稚園の頃から、うん。 かっこいい男の子にドキドキしてて、うん、初恋は小学校6年生の頃で、その時も男の子でした。うん、へー。かっこいい男の子ってどんなかっこいい男の子確かに確かに。足、足早いとか足早いとかいや。スポーツできるなんか、日焼けした男の子であー <laughs> でも、なんかいたよね幼稚園、小学校には。え、でも待って、幼稚園にいたのその、日焼けした。 あの、私は保育体験やったんやけど、保育体験でそうやって幼稚園とか行ったらさ、絶対幼稚園に一人はおんのんよ。スポーツができて、ちょっと黒くて顔が整っとこうとか。なるほどね。それにドキドキしたんだ。なるほどね。はい。ちなみに、家族には相談したことってある自分のゲイっていうのは、母と兄と父にも伝えてて、兄は中学の時にカミングアウトして、 その時、携帯持っとって、その時、好きな男の子とツーショットの待ち受けにしてたので。うん、おい、攻めてるね。<laughs> そうかなって気づいとったらしくて。ね、ああ、気づいてたんや。うん、で、母も、自分が幸せならっていうので、言ってくれてます。お<ー>うわ、めっちゃいいやん。すごく。え、でもさ、案外、言うの早くね、中学生で。早いです。びっくりしました、私、今聞いてて。<No. S 1> でも、あれか、幼稚園と小学校でもう気づいてるからか。 いやでも私も幼稚園で気づきましたが確かに、うん、結構後だったので、ね、1819で私はカミングアウトしてるのでえそれってさなんでなんで言おうと思ったんいやなんか隠しとくのがきついなって思って<ー>、うん、まあでもそれもわかるうんそうよね3つ目の兄には言いやすくてうん、うん、母もいつもお買い物とか行ったりして言、うん、うタイミングがあって。うん うわっじゃあもともといい関係やったんや話しやすい環境だったってことだもんねそれって。うんですね。ねでさお便りの中でさ小さい子と触れ合うのが好きって書いてあったと思うんだけどこれってお仕事とかに行かせてるのかなえっともともとちっちゃい子に好かれるタイプやってうんなるほどね。時は学校の先生になりたいとか、うん、子供と。 まあ、関われる仕事に就きたいなって思っとったんですけど、うん、なんか自分がゲイって分かってから、うん、なんかいろんなことを考えていたときに、うん、心の理解が進んで、ちっちゃい子見てもやっぱ虚しくなるけ、うん、仕事しようってもなんかそんな気持ちになるんじゃないかなって思って、今は全く関係ない仕事についてます、うん。あ、関係ない仕事についてるんだあ。そうなんだ。はい なるほどね。にしても方言がいいで、ね、すごくめっちゃ同じこと思った。<laughs> してるけ。<laughs> めっちゃ可愛いなと思っていい。ごめんなさい。可 <laughs> 愛い,いなと思って。<laughs> でも、なんか確かに小さい子に好かれるタイプの喋り方しとるわ。うん。優しくてね。愛される感じする。そんな気する私も。ええー、でも、やっぱ虚しくなっちゃうのか。まあ、でも、虚しくなる気持ちは私もすごくあるのよ。まあ、なんていうのかな、私もさ、やっぱ子供は好きだから。うこう、なんか、ふと思う時がある。んなんか。 例えば結婚して子供を産んでっていうさ、うん、あの身近な友達を見てると、うん、いいなというかそのいいなっていうのは好きな人との子供って何みたいなのがでかくて私の中で、うん、だからああ私はそうはいかないのかって思って虚しくなるときはある、うん、私もでもやっぱ虚しくなってしまうっていうことはさえじえじ村の村長さんは、うん、自分の子が欲しいなって思うことがある 思いますね子供が好きやけん、うん、自分の子供がおったらいいなとは思うけどうん,、うん、なんかやっぱ将来的に男性同士のカップルでとか、うん、でやっぱ子供をうめしうんし、うん、養子を迎えるっていうのもなんか今じゃ難しいなっていうふうに思って、うんうん、やっぱそうだよね。<laughs> 男女カップルルルとは、ね、ハードルががベクトルが 変わってくるんですよね。うん、私も思うけど。その、さらに難しいというか。なんかさ、これってさ、発信する立場としてさ、うん、なんか結構、恋愛って男、うん、女結局関係ないじゃんって、伝えていってる自分たちもおるけどさ、うん、なんかこういうところって本当に難しいのよね。うん、そうですね。<laughs> こういう, <laughs> う,いう、子供とかっていう部分は本当にそうなるんだよね。うん、うん。けど、あれだよね。最近だと、あの、まあ、男性同士、女性同士でも、 子供を迎えるっていうことが増えてきてるし、うん、方法っていうのがもう増えてきてるのよ。うん、でこの養子を迎えるだけでもじゃなくてなんかこう他の方法もあったりするのよ。なんかまあドナーを見つけたりとか、うん、そういう方法もあったりするのよ。うんうん、でもそれも結構めちゃくちゃハードルが高いっていう。わ、うん、かる てかなんかさそ,<う>その話をさ恋人とする時間も結構自分の気持ちってどんよりしちゃうんそうだねうんわかるわかるわかる、うん、この議題を話すのにも結構体力使うねん使うよね方法は増えてるけどもっとこうスムーズな方法がもっと普及していったらいいなぁとは思うよねうん、うんうん、もうなんか私たちも悩んでるんですけど同じように <laughs> 本当に例えばなんか親戚の小さいことを触れ合うことでむなしいって思う心の穴が塞がるっていう可能性っていうのはあったりします今年兄が結婚して、うん、奥さんが、まあ、できたんで将来的には兄夫婦の子供とかはできるかなとは思うんですけどでも。 正直兄自体には伝えてるけど、うん、奥さんには自分がゲイって言ってないんでうんうんうんゲイってバレた時に、うん、おっ子くんとかみいこちゃんに会わせてくれるんじゃないかなって考えちゃってああ、ね、面白いそうなんで会、ね、わせ会わせませんとかって言われたらさ何やお前ってなるよな <laughs> 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 シンプルにね冷静に思うよな、えー、思うなんかそのなお兄ちゃんが例えば、うん、俺の 弟はそうなんだよって言った時にさ、え、じゃあもううちのことは合わせないなんて言ってみ。うん。ないよ、お前は。なるよね、うん。私が出て行こうはなんならん。<laughs> いや、そうですよ、ね。までそうですよ。でも、このお兄ちゃんが理解してくれてるから。え、わかる。お兄ちゃんが理解してくれてるから、<う>絶対奥さんもそういうの許容あると思うねんな。そうなの。お兄ちゃんが選んだ人ですからって思っちゃうところはあるんだよね。うんうん、少なからず、それでちょっとえってなったとしても。うん お兄ちゃんがいるから大丈夫なのでは、うん、って思う私もいる。しかもやっぱお兄ちゃんには気軽に話せるってことはすごくいい関係やからさ。うん、うん、そうだね。だってもう中学校で言ってますから。うん。うんうん、だからもうお兄ちゃんが選んだ人を、もう別に信じてもいい気はするけど、うん、もし何か言われたら駆けつけようかな。ほんまに。何 <laughs> <laughs> か言われた際にはね、駆けつけようかな、うん。腹立つからね。ありがとうございます。ということでね、うん、あの、本当に、 なんか、こういうね、悩みをね、こうやって電話で、相談してくれることって、うん、本当に私たちからしたらすごく嬉しいことで。嬉しいよ、本当に。や、うん、から今回、まあ勇気を出してくれたかどうかわからないですけれども、<laughs> うん、ここのラジオにね、エジェエージ村の村長さん、うん、はい、相談送ってきてくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。ま <laughs> またね、何か心配事だったりとか、不安なことが、またたくさんいっぱい出てきたら、またゼラプリラジオに相談来てください。うん はい、ぜひ、お願いします。絶対に来てね。うん。一緒に幸せになりましょう。絶対になろうね。みんなで幸せになりましょう。うん。ありがとうね、本当に。ありがとう。ありがとうございままたどこかで会いましょう。またね。バイバイ。バイバイ。最後まで可愛かったな。うん。バイバイって言ったら。そら好かれるわな。おい、適当に喋ってんな。そら好かれるわなって悩んで好かれるわな、ちっちゃい子に。え、でもやっぱ、 ほ、うん的に方法がもっともっと増えたらいいなって思ってます、うん、私は、うん、本んにたくさん選択肢がねうんハードルがどうどう低くなっていくかだと思うんだよね踏み出すのが結構大変だったりするからさ自分のエネルギーも使うじゃない、うん、すごく、うん、仕方ないことなのかもしれないけどね、うん、いやむずいなむずいかむずいでも本当に もっと普及して普及っていうかこういう方法もあるんだっていうのをこう伝えてていいくっていうのは大事よねこういうラジオとかで、うん、その例えば男性同士だからできないとかじゃなくて、うん、男性同士でもこういう方法があるよってこのラジオを通して知る人がいるわけじゃないだからこういうふうにこういうお話をするのもいいんだろうなって私は思いましたけどもはい。 とということで皆さんもぜひ『ゼロプリラジオ』では直接電話で相談できるなんでも相談室っていうコーナーをやっているので、うん、悩んでいることがあったら番組公式 LINE に送ってくださいラジオネームでも匿名でも OK なので誰にも言えないことでも送ってもらえたらなと思います明日も同性に恋する男性のお悩みにお答えしますお相手は午前0時のプリンセスで知るとおうちでしたせーのほなまた